コンデル・パークは、オーストラリア、ニューサウスウェールズ州、バンクスタウン市郊外の、シドニー中心業務地区の2 2トル南西に位置し、南西シドニー地区の一部である。コンデル・パークの郵便番号は2200であり、バンクスタウン、バンクスタウン空港、マウント・ルイスと共有している。コンデル・パークは、1829年5月8日23人の開拓者と共に、 バークのスイフトシャー号でたどり着いたエンジニア、オースリー・コンデルにちなんで命名された。彼は公共事業による土地の割り当てで、1830年に4つのロットに隣接する50エーカーの土地を与えられ、コンデル・パークと呼んだ。島とアベニュー・コンデル・パークに位置するブラック・チャーリーズ・ヒルは愛称がブラック・チャーリーであったものにちなんで名付けられた。彼の本名は、 チャールズ・ルソンあるいはチャールズ・ロペスだったと言われ、アボリジニが祖先である。彼は、サウスやグーナのエドガーストリート付近に住んでおり、1900年代初期に、このエリアの他の者が育てた野菜を馬車で市場まで運んでいた。彼の家は途端で作られていた。ブラック・チャーリーは、毎日午後9時きっかりに火を発射すると言われたが、理由は決して公表しなかった。幾人かは、 彼がウサギを探していると言い,い、また他のものは飛行機の接近を知らせていると言った。バンクスタウンバンカーは戦時中のイングランドの地下軍事作戦室の正確なレプリカであり、英国が侵入するドイツ空軍に対し防空戦闘機攻撃を指示した。極秘の運営上の防御するため必要な備品はすべて減らされていた。バンカーには高度室、計画室、 二つの逃亡トンネル、ラジオ送信室が備わっていた。バンカーの中央は高さがおよそ2階分の大部屋になっていた。これは太平洋地域のオーストラリア空軍計画の主要作戦室やコントロールセンターであった。この部屋には第二次世界大戦における南西太平洋の戦場の大きな地図があった。バンカーは未だに現存し、 古い通気口の一つからアクセスすることができる。入り口はバンカーのある都市公園の下を通るトンネルがある住居の裏庭で資材である。これはテイラーストリートの終端にあり、コンデルパークのマリオンストリートとエドガーストリートの角でも見つけることができる。1976年には土地全体がほとんどの地域を占めるタウンハウスへ再開発された。この地域は 現在、8から11件のビラを含む、離れた複合体、またはクローゼスとなっている。各クローズは、第二次世界大戦中にバンクスタウンから飛んだ飛行機にちなんで命名されている。2011年国勢調査によると、コンデルパークには1417人の住民がいる。住民のほとんど半分は、オーストラリア以外で生まれ、54.0%は、 オーストラリア生まれである。主要な他の出身国としては、レバノンが9.9%、ベトナムが8.2%、イタリアが2.0%、ギリシャが2.0%、マケドニアが1.7%である。コンデルパークでは30.8%の人が家で英語のみを話している。家で話される他の言語には、アラビア語が27.2%、 ベトナム語が12.1%、ギリシャ語が6.0%、イタリア語が3.0%、マケドニア語が3.0%がある。コンデルパーク、ショッピングセンターフランクリンズスーパーマーケット、リカーランド、オーストラリアコモンウェルス銀行など多数の店やレストランを含むコンデルパークには多くの店がある。店のほとんどはマトアベニューの小さな区域に位置するが、 他の少数の店は郊外に散在している。バンクスタウン市場が毎週日曜日に開かれるコンデルパークにはバンクスタウンとロッティングクラブが本拠を置いている。スポーツの会場となるデベラルパークにはネットボールコート、6つのテニスコート、オーストラリア最大のバスケットボールスタジアムであるバンクスタウンバスケットボールスタジアムなど幅広い施設がある。 バスケットボールスタジアムの隣にあるキンチリサーブはコンデルパークフットボールクラブのホームである。ありがとうございます。